どうも、こんにちは。はんすけです。えー、今回はですね、とあるものを購入したので紹介したいと思います。それがこちら、ブギーボードでございます。まあ、これはどういったものかと言いますと、簡単に言うと、電子、えー、電子ノートでございます。はい。だから、まあ、例えばここ、まあ、まずは開封しますね。こんな裏に書いてある感じで、こういうふうに、書き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 ,書きメモを取ることができて、えー、どこでも、 書けるんですこういう風に数式だったり漢字だったり書くことができて、えー、さらにですねここにあるボタンで書いた文字とかを全部消すことができます、はい、そんでまあスラ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 書けるということで、まあ、これはですね勉強する上で、まあ、今受験のシーズンだから受験生の皆さんいると思うんですけどこれは受験生の人にとってはまあかなりいいんじゃないかとで僕にとってもまあ テスト勉強とかする上でこれはかなりねまあ勉強するのが楽になるんじゃないかと数学の勉強とかするときにねあのー、まあ式とかをここに書けばいいんでまあここは大胆に上げていきますはいドン価格はね4000円とねまあそこまで安くはないですはい普通ぐらいのですねはいこんな感じですねおお出てきた こんな感じでございます、はい、とりあえずここのボタンを押して一旦消しましょうこんな感じで消えましたで裏にはペンとなんだこれこれは何だろうクリップかなクリップどっかにつけたりする、えー、マグネットクリップ机とかに貼り付けたらえー、っと何ていうの冷蔵庫とかに貼り付けたりもできるマグネットクリップとえー、これはこれもそうかなマグネットクリップの類です で、あとはペンが入っております。はい。じゃあ、早速書いてみましょう。じゃあね、まずハンスケ、半助。半助。と書いてみましょう。はい。半助って書いて、ここにね、えー、まあこんな感じで書くこともできます。絵を書いたり、数式を、まあ書いたりすることもできますね。例えば、じゃあ、えーと2、2たす3は5とかね。 こんな感じで書くこともできます。で、まあ消したいときはね、えっ、ー、と、ここでプツンと消せばいいんで、まあ、かなり簡単ですね。はい。えー、という感じで、まあ、今、受験、高校に向けて受験している中学生の、受験生の皆様に、まあ、このブギーボードというのは勉強する上でかなりいいんじゃないかと思います。 はい。というわけで今回はブギーボードの紹介でした。それでは皆さんさようなら。